大北加藤から1899年6月26日は、日本の武士、政治家。通称を、働く、民兵。英典は、正二位、君一等伯爵。非全国佐賀藩の45国の藩士、大木里高の長男として、赤松町に生まれる。天保13年父、里高が亡くなり、以降、母鹿子の手で育てられる。藩校の行動で学び、 1850年、添江島種尾らと共に江田吉上日の犠牲同盟結成に参加。後に、江藤新平や大隈重信らも加わり、反論を尊老攘夷へと導くことを図るが、果たせなかった。万円元年半孔行動官から選ばれて、江戸遊学の都に上る。1868年に新政府が樹立されると、大隈、添江島、江藤らと共に出資し、上司、 参与、軍務官を判事、東京府知事などを務めた。江戸を東京とすることに尽力した。1871年に民部教、文部教として学生を制定。1872年に教部教を兼任。1873年、三議兼司法教。1876年の上風連の乱と萩の乱の事後処理に当たった。 古籍編成の主導権をめぐり大蔵省の大熊と対立。大久保と道の側近となり、民部大輔として古籍法制定を行い、後民部卿に任命されるが、大熊の巻き返しで民部省は大蔵省に統合された。民法編纂総裁として法典編纂に関わる。後元老院議長、三里などの要職を歴任した。1884年。 家族霊志向によって白爵に助せられた。12月14日学習院行動で開かれた大日本教育会の常集会で森有則と共に演説を行った。1888年に数密顧問館、1892年に数密院議長再任、大北加藤の墓1899年に死去、去年67、教育制度や 法典編山の確立にも尽力したことから、明治の六大教育家の一人に数えられている。大木氏は、筑後国の鎌ま氏の一族で、筑後宇都宮氏の宇都宮,宮階級の次男の静名の、着氏、大木正長を外し、静名の兄の鎌ま久則の後裔の鎌ま鎮ちんさざなみの、重臣で、後に、鍋島直重に仕えた、大木光公の子孫にあたる。 沼津や磯部温泉に別荘を所有した。ありがとうございます。